おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。昨日はね一日空いたけどねこれかいわれのハム巻きね、花束をくるむ感じでくるりんと巻いて、巻き終わりは爪楊枝で留めとく。そしたらウインナーに切り込みでね、ちくわは縦半分に切って、端からさ焼き目を内側にしてくるくるくるっと巻く。そして巻き終わりは両サイド爪楊枝で止めるね。そしたらさ、もう一個の方も同じでこう合体させる合体させるというか、まあ合体よね。でね、真ん中から半分にパコーンと切る。でね、分量はこれね、マヨネーズと今日はカレー味、マヨカレー焼きにしたの。でね、カニカマは適当に切ったら包丁の腹でほぐすよ。で、これはなんだ？鶏肉はさ、厚みを均等にする。そしたらね、火の入りもいいし、味の入りもいいからね。で、食べやすい大きさに切るよ。うちはちょっと大きめだけど、どうせね、焼き縮みをするからね、いいの。そして、軽く塩コショウをぴゃーっと裏表振るよ。小麦粉も、裏表まぶす。たらね、お肉冷めてもパサつかないし、あとのタレの辛みもよか風になるからね。でね、調味料を合わせとくよ。分量これね、普通の照り焼きも美味しいけどさ、ちょっとね、一味唐辛子を入れればね、またうまい、ピリッとしてね、辛いのが好きな人はたっぷり入れれば美味しい。またね、朝っぱらから言っちゃうけどさ、これ手羽中とかで作って、手羽中とか手羽先で作ってさ、つまみにも最高まだ朝なのにさ、ねえ、すぐつまみの話しちゃう。でね、今日の卵焼きはね、カニ玉風にしたんだ。そしてさ、寝たと思ったらすぐ朝が来て時間よ止まれと思うけどさ思いとは裏腹に5月も今日で終わりだよ。私ね、気づかなかったの。外がさ、5月も今日までやねって言ったからさ、えって思ってびっくりしちゃった。ほんとね、5月も今日で最後。なんか私はね、まあたまたまなんだろうけど、5月って、そう、3年前の5月はさ、父の大腸がんが見つかって、ね、手術をしたりとかさ、まあ抗がん剤治療をしたりとかさ、それも5月だったのよね。それがちょうど3年前、父が82の時でした。そしてさ、今年は母が82の5月。ねえ、なんだった？心原性脳血栓症で、ねえ、まだまだね、なんて言うんだろうな、意識がない状態が続いてはいるんだけどね、うちの父がさ、80日言う年はよくなかねえって言うから、なんでっつったら、わしも82の時大腸がんやったどんかんって言うから、そうかって。
まあね、たまたまうちは82っていう年がね当てはまっちゃったんだろうけどね。そして月も5月でね、ねえ、まあね、そうね、やっぱ長く生きてるとさ、それだけ体にもガタが来るわけだからね。そういう私ももう膝が痛かったり腰が痛かったり、あそこがどげん、ここがどげん、明日はまた大学病院ですほんとみんなね、年齢を重ねるごとにいろんな不調が出てくる。もうね、友達とさ、あの同じ年代の友達と話せばさ、本当にあそこがどう、ここがどう、薬の話若い頃はそんな話あせんかったがね、なんかね、そういう話をしてて自分でもね、ああ私も年を取ったんだなって思う。そりゃね、52歳ですものお笑いごっちゃないわ。でこのエリンギはさ、塩と青のりでね味付け。このさ、エリンギの食感もたまらんよね。エリンギもまたつまみにいいのまあつまみの話ばっかりあんませんでおらんだね、のんべえみたいだから。あの今はね、決してのんべえではないと思う、晩酌程度だからね。あらまで、余計な話してたらね、鶏肉は皮目から焼いて片面1分半ね。そしたら裏返してさ、なんだ、今度は蓋を敷いて1分半蒸し焼きにするよ。でね、ここで合わせ調味料ね。でさ、タレをしっかり絡めつつ、ね、調味料の中にみりんが入ってるから、こうやって絡めながらさ、1分ぐらい火を入れれば、アルコールも飛ぶからね。でね、こう、タレがよかふに馴染んだら、つゆの絡んだら、もうこれでさ、ピリ辛照り焼きの出来上がり。詰めるよ。リーフレタスで仕切って、なんだっけ、卵焼きか。卵焼きはね、断面が見えるように詰めるよ。そしたらさ、ピリ辛照り焼きは立てかける感じで詰めるよ。でね、カップを敷いて、ここにさ、エリンギの海苔塩炒めを詰める。で、これはくるくるちくわだね。これもさ、立てかける感じで詰めればね。ウインナーね。そしたら、隙間に、なんだ、かいわれのハム巻きね。ミニトマト。で、今日はね、これは彩り花野菜ふりかけです。これね、綺麗なんだけど、最後の方になれば緑が多くなるから困っちゃう。でもこれでね、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、ピリ辛照り焼きとかのお弁当でした。材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。